はい、皆さんおはようございます。3月19日、どうもゆだってもらうの村長ですけれども、はい、今日はですね、岡崎球場でオープン戦ということで、向かってるんですけれども、愛知県のね、これ名古屋市から、この三河の方にね、つながってる23号線っていう道路があるんですよ。そのね、道が激混みなわけですよ。通勤ラッシュね、ちょうどこの時間帯にね、いるんで、今は8時半なんですけど、いやー、とんでもない。まあ、実はね、1年ぐらい前に僕も刈谷に勤務してたことがありまして、まあ、その時にね、ちょうど使ってたんですけど、もうね、あの時のストレスが半端じゃなくて、なんかちょっと蘇ってきたあれはありましたけど、いや、通勤時間って大事ですね。まあ、あとちょっと30分ぐらいかけて、到着したいと思います。いいね、ここから入らないじゃん。めっちゃ並んでますね。極寒の寒さの中、岡崎球場に着きました。寒すぎる。まあ、ちょっとね、並んでもらってるんで、並びの列に向かっていきたいと思います。無理だ、これだいぶ並んでる。無理だ、無理だ。皆さん行きますよ。皆さん行きますよ。大丈夫ですよ、手荷物。はい、お時間をもらっております。場所取り、OKですか？OK。7年ぶりの岡崎球場に来ました。久しぶりですね。ここら辺だってほら、
指名打者高橋さん高橋持ってこレギュラー確定だ。
言われるこれ。ユタットフラ。アースレー！シャイチャー！おい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 ！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 採用します。採用しますよ。いいですか？いいですか？岡崎球場に見事勝利を収めました。7年ぶりの岡崎球場で勝ちました。はい、はい、このままでお待ちください、はい、こちらも美味しく焼き上げていきます、はい、こちらソースはお得意してよろしいですか？このままでよろしいですか？かしこまりました。そしてハンバーグの焼き具合が気になるようでしたらお気軽に与えかけください。こちらもソースはそのままでよろしいですか？はい、大丈夫です。かしこまりました。ハンバーグもう一つすぐにお待ちいたします。失礼いたします。結構飛ぶね。本当に飛ぶ。